ロシアプロレタリア作家協会は、1925年1月に結成されたソビエト連邦の文学団体である。ロシア語の頭文字略称から、ラップと呼ばれることが多い。ロシアプロレタリア作家同盟、ロシアプロレタリア作家連盟と訳されることもある。創設者及び総書記のレオポリド・アベルバフ、ウラジーミル・キルション、アレクサンドル・ファジェーエフらが属していた。 1920年に設立された全ロシアプロレタリア作家協会を前身とする。理論機関誌、ラップ、学習批評誌、文学詔書。スターリンの先兵としてロシアアバンギャルドを激しく攻撃し、結果としてウラジーミル・マヤコフスキーは追い詰められて自殺するに至った。1932年4月のソビエト連邦共産党中央委員会決議により、 ソビエト政権を支持する全作家は単一組織に再編成されることとされて、ラップは未来派系のレフ、レフ芸術左翼戦線や同伴者系の全土シや作家同盟など様々な傾向の文学団体と同様に解散した。その後1934年8月第1回全祖作家大会が開かれ、ソビエト連邦作家同盟が発足することとなった。その後、大粛清により、 アベルバフ、キルションラ主要幹部の多くが処刑された。ありがとうございます。